今回のこの県議選勝ち目は残念ながらほとんどありません。今参政党は参議院で国政政党になって以来地方選では7連勝しています。全部市議選ですね。でなんで7連勝できたか、簡単です。参議院選挙の時にたくさん票を参政党って入れてくださった方が多いところにだけ候補者を出してるからです。じゃあこの柏市はどうかというと、残念ながらほとんど票が入っていません。だからただでも大きい県議選です。1万票とか1万2000票とか1万3000票ないと勝てないところ。前回の参議院選挙で参政党がいただいたのは1000票ちょっとですよね。だから勝率は 10% もないんです。でもあえてなんでそこで斉藤さんが立ってくれたか、なんで私たち総本部がそれを認めたか、それはね、さっき後藤さんも言ってくれたけれども、ここはずっと選挙がないからですよ。でほっとけば自民党の方が無投票で通る、そんなところだったからです。選択肢がないですよね。考える機会すらないですよ。選挙ないんだから。もう皆さんの生活と政治が乖離してしまっている。全然自分たちと生活と政治とのがつながってないんです。国民の中でこんなおかしなことありますか。これが当たり前になってるんですよ。当たり前にされてるんですよ。政治に関心がないっていうことは極端だし、いくら税金取られても文句言いませんって言ってるのに等しいですよ。今皆さんの負担率どれぐらいか知ってますか。社会保障も入れて 47% です。私が生まれた頃1970年代は今の半分ぐらいでした。 26%。 それがこの40年間ぐらいで倍に増えてるんですよ。負担率が倍になってるんですよ。今まで稼いだお金の4分の1だけ国に払ってれば生活できたんです。それが今稼いだお金の半分を払わないともう生活ができないんですよ。しかも所得はこの20年で手取り80万円ぐらい下がってます。でもどんどんこれから進むんですよ。それがなぜかみんながそれを止めようとしないからです。止める方法を知らないからです。学校で教えないからです。先生も親も教えないからです。子供たちに気がつけば真綿で首を絞められるようにどん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 生活が厳しくなり、厳しいもんだから結婚もしにくくなる。結婚しても子供がね産み育てにくくなってるんですよ。政府は少子化対策少子化対策って言い続けてるけれども子供は減り続けてるんですよ。100万人を切った出生がね、子供生まれる数が年間100万人を切ったって数年前に騒いでたと思ったら、去年80数万人、もう今年は80万人にも届かないというそんな統計です。死者の数はどん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 超過死亡が増えて今年150万人を超えるだろうと言われています。70数万人しか生まれなくて150万人が死ぬんですよ。1年で70万人以上人口が減っていくんです。そして税負担はどんどん上がっていってるんです。子供が減るということは若い女性も減るということだから、ますます子供は減ります。どうなると思いますか。20年後の日本を想像したことありますか。皆さん今のままいけば確実に外国人を受け入れることになります。移民国家になります。日本も日本の文化や伝統、例えば鹿島神宮神社だ神道だって言うとですね、それは我々の宗教と違うからそれだけをですね特別扱いしないでくれと、お祭りとかそういうので学校休むとかそれは差別だというふうに世の中が変わっていきます。どん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 日本語の文化もなくなっていきますよ。こういうことを言うと外国人を排除する排外主義だというふうにレッテル貼りをする人がいますが、参政党に対してね、違います。私たちは排外主義を言ってるんではない。なぜか
私はしっかりと歴史を勉強しているから、日本人がこの大和民族がですね、混血民族だということをよく知っているからです。私たちは長い数万年の歴史の中で世界中の移民を受け入れてきました。だから私たちの DNA の中には世界中の民族の DNA が混ざっています。緩やかに入れてきたんですよ、渡来人という形で受け入れて、技術を受け入れ、信仰を受け入れ、いろんな文化を取り入れてきました。だから地域地域にいろんな個性が残ってるでしょ。神社の形も地域によって違うでしょ。それはいろんな渡来人の方々の文化を受け入れてきたからです。京都でね、渦政ってあるじゃないですか。あれは二十歳ですからね、二十歳って渡来人ですよ皆さん。その方々が関西で一大勢力を持ってたんですよ、都の近くで。そういったものを寛容に受け入れてきたのが日本です。だから外国の文化や人を受け入れるなって言ってるんではなくて、急激に我々の人口が減っていき、経済的に弱くなると、同じく急激に外国人が入ってくることになるんです。そしたら今我々が日本の文化だと思っているものがどんどんなくなりますよと、ね、そして彼らの方が、外国の方の方がお金稼ぎます。日本人今ものすごく所得が落ちているから、お金もすでに持ってますよ。スイスなんか行けば物価は日本の3倍です。500ミリリットルのペットボトルの水が800円とかしますよ。そんな経済レベルの人たちがたくさん入ってきて、そして今経済弱くなってるから円安でしょ。こういったものが作用したら、どん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 国の資産や企業を買われることになるんです。土地を買われます。土地を買われるだけならまだしも、我々の生産手段がなくなっちゃうんですよ。今一次産業とか継ぐ人いますか、鹿島で。どうです、茨城県全体でもいいですよ。一次産業明るいですか、これからの未来。後取りいないんじゃないですか。でも一次産業やる人がいないってことは、食べ物どうやって作るんですか。全部輸入するの。食べ物とか水とかエネルギーってやっぱり自分の国でちゃんと自給していかないと、お金出せば買えるっていう状況じゃなくなってきてるんですよ。それこそ20年前30年前なら世界第2位の GDP があった、ね、日本円が強かった、だからお金を出せば何でも買えた。でもいつまでもそんなこと続かないでしょ。買い負けしたらどうするんですか、中国に。魚も農産物も買えなくなりますよ。世界中で食糧危機が起きたらどうするんですか。売ってもらえなくなりますよ。そういったことを考えてほしいんです。毎日じゃなくてもいいから少しずつ考えてほしいんです。選挙っていうのはそういう国民が、住民有権者がみんなで町や国や子供たちの未来を考える機会です。その機会を今回は斉藤さんが勇気を持って、ね、僕は勝てないですよっていうにもかかわらず、でも思いを訴えたいと勇気を出して手を挙げてくれた。彼にも3人の娘さんがいらっしゃいます。まだ38歳です、ね、普通政治なんか関心持たないですよ。立候補なんかしないですよ。でもそういう人が負けてもいいから鹿島で皆さんに訴えたい、皆さんに考えるチャンスを作りたい、それを強く訴えてくれたので、私たちは党内でも意見ありましたけれども、いろいろ斉藤さんに公認を出し立候補をしてもらうことになりました。今回の選挙は必ず勝たなければいけないという、そういう勝つための選挙ではありません。自民党という大きな政党に胸を借りて、我々参政党の訴えがどれだけ皆さんに届くのか、そういうことを図る選挙です。でもこれはまさに日本の縮図です。自民党や公明党の連立政権なんていうのは、我々参政党がすれば巨人ですね、巨人。我々はアリンコみたいなもんです。だってまだ国会議員一人しかいないんだから、たった2年の歴史しかないんですから。でもそのアリンコが今回の参議院選挙、前回の参議院選挙では
ちょっと国政に穴を開けたわけですよね。でもその穴は小さすぎてほとんど影響力ありません。713人国会議員がいて、私も昨日も本会議出てましたけども、本当に悔しい思いでいっぱいです。自分たちの反対意見すら言えないから。昨日は何を審議してたか、第2次の補正予算について審議してましたね。皆さん補正予算つくんですよ。もう12月ですから、あと今年度って4ヶ月しかないんですけど、あと4ヶ月に対しての補正予算いくらついたか知ってますか。約30兆です。30兆ですよ皆さん。普通の年間予算100兆ですよ。それに対して1次も使って第2次でまた30兆もつけたんです。4ヶ月で30兆使えますかね。使えないんですよ。じゃあなんでそんな予算つけたか。30兆のうちの9兆円は基金です。なんとか基金っていうのをいっぱい作ったの。そこで9兆円、それから予備費っていうなんか足らない時のためにっていうのも5兆円ぐらいあります。それで半分ですよ約。これどういうことか分かりますか。基金っていうのは一回作っちゃったらあとは何年かにわたって自由に使っていいお金です。フリーハンドで独立行政法人とかが使えるお金に9兆円出したんです。予備費っていうのもこれも何でも使えるお金です。日本お金あるじゃないですか。大作費だけでも2年間ぐらいで95兆ぐらい使ってるんですよ。関連費で何でもかんでもこの予算になってます。だって言えば何でも予算通せますから、それでいろんな利権が生まれてますよね。そういうことを皆さんちゃんと見てます。で皆さんは政治家じゃないし普段お仕事されて忙しいから多分毎日そんな見てられませんよね。じゃあそのために何があるんですか。そのために政治家がいるんじゃないんですか。そういうことが起きてるんですよっていうことを皆さんに知らしめるために政治家がいるんじゃないんですか。もしくは政治家が隠してたらそれをちゃんと分かりやすく説明にしておかしいじゃないかって説明したり世論を喚起するためにマスコミがあるんじゃないんですか。今の政治家とかマスコミは仕事してますかね。してないと思いますよ。だからみんな何も知らない。選挙にも行かない。あっても半分も投票に行かない。今回僕らがこうやって一生懸命鹿島で訴えても投票率が急激に上がることはないでしょう。残念ながらこれが続いてきた結果今の日本なんですって。でこのツケを全部払うのはそうやってねわけのわからん予算をいっぱいつけて散々つく、ね、お金使ってその請求書が回ってくるのは今日たくさん来てくれてるけど子供たちですね。政治家は子供にツケを回さないとか言ってるけど回しまくってますよね。でまたいろんな増税の話が出てるでしょ。ね、消費税上げるとか、ね、自動車の総供給が落ちてまた税金つけるとかですね。どうなってんすか。今そうやって経済が大変だとか言って補正予算つけるぐらいだったら一番やるべきは税金下げることじゃないんですか。消費税なくせばいいんじゃないんですか、ね、なんで国民から集めて無駄なことに使うの。頼んでないことにいっぱいお金が使われてますよ。こういったことをもう一回みんなで考えてほしいんです。そしておかしいと思うことがあったらその声を上げてもらいたいんです。それが政治に参加するということです。政治に参加してもらいたいから参政党っていう名前にしたんです。皆さんも投票したい党がなかったんじゃないですか。自分たちが参加して一緒に考えられる党がなかったんじゃないですか。いつも選挙の時考えましょうなんて言ってくれないでしょ。あれやりますこれやります何々無償化します、それか政権与党の批判をするだけ、大臣の失言を捉えるだけ、
ね、女性問題とかそんなこと挙げつらうだけどうでもいいじゃないですか。ちょっとぐらい失言したって、女性がいたって男性がいたって関係ないですよ。議員としての仕事をちゃんとやってくれたら、政治家の仕事、特に国会議員の仕事は国民の生活や命を守ることです。そして皆さんを豊かにしていくことです。皆さんから預かった税金を使って皆さんの生活を豊かにしていくことが政治家の仕事なんです。社会を経営していくことが政治家の仕事なんです。政治家に通信簿つけたらいいんじゃないですか。30年間の通信簿、特にこの自公政権、本当にこのまま今のままズルズルいっていいんですかってことです。考えずにズルズルいって悪くなった結果だけ見て文句言ってそれで人生終わるんですか。僕はね、そんな言い方は嫌だった。偉そうに言ってますけど、僕だって政治なんかもう嫌だと思って辞めたんですよ。2014年から17年ぐらいまで。2007年に僕は市議会議員になりました。で、さっきお父さんの話にあった、僕が初めて会った時は僕も市議会議員でした。6年間一生懸命やってみた。で、今斉藤さんが訴えてるみたいに地域の教育から良くしていきたいと思った。なぜか今の子供たちは何も知らないから、日本の歴史も知らない、経済の状況も知らない、ね、それから人と競争することもダメだって言われるし、もう学校で決められた管理されたシステムの中で決められたことを覚えて、ね、それをやっていくだけで、ちょっとそれで枠から外れたらですね、強制されるんですよね。で、学校に行けない子がどんどん増えてるじゃないですか。25万人がいるんですよ、小中学生の不登校、ね、日本は自衛隊の数、自衛官の数が25万人です。不登校になっている小中学生も25万人、すごい数ですよ。年々増えてます、不登校の数。子供は減ってるのに不登校の数だけ増えてるんです。だからこんな教育は絶対おかしいって10年以上前から言ってましたよ。でも何にも変わらない。国会議員になれば変わるんじゃないかと思って、実は10年前にも政党を作ろうとしてました。けど10年前ですから僕はまだ35にもなってなかった。全然知識も経験もなくて力もなくて作れなくて、で挫折したところに自民党から出ないかというふうに誘ってもらってですね、なんだかんだ言っても自民党大きい党ですから、そういったところの中に入ってやっていくことで何か活路を見出せるんじゃないかと思って自民党の公認で衆議院の選挙に出たこともあります。でも落ちて、で落ちる間にいろいろ自民党の構造を見たときに、あ、これでは僕がやりたいことはできないと、教育を変えるなんてことはできないということを思ったので、僕はもう政治を辞めることにしたんです。だってね、自民党で変えられなかったら変えられないでしょ、ね、みんな自民党から出たいんですよ。野党で立候補してる人も本当は自民党で公認が取れれば自民党から出たいんですよ。だってここがそうでしょ、自民党で公認取ったら選挙しなくても通ってたんだから、ずっとそんな楽なことないじゃないですか。中で公認取るだけだもん、政策も主張も何にもいらない、ただ根回ししてそこで公認を取ればそれで選挙通るんだから。衆議院もそう、小選挙区で落ちちゃって大体比例復活してみんな通るようになってるんですよ。そんなところでも変えられないんだったらやっても無理だなと思いましたし、またその中でいろんな利権があったり嫌がらせがあったりするんですよ。今回別に僕は斉藤さんから聞いてないけど、大体こうやってね、自民党と一騎打ちなんかしたら友達が減るんですよ、ね、斉藤の応援行くなというふうにみんな足止め食らうんですよ、ね、いやこれは別に斉藤さんがそう言ってたじゃなくて、大体そういうもんなんです、日本中そうだから。そうでしょ、そうやってじり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 圧力かけてやるんです。自分たちの政策とか主義主張を訴えればいいのに、そういうことじゃなくて水面下でどんどん圧力をかけて、ひどいとこだったらね、取引業者とかに連絡してね、自民党以外応援するんだったらもう取引しないぞとか、そんなの日本中であります。日本中であることです。なんて全近代的な国なんでしょうか、我が国は。そういうことがね、当たり前だっていうのが政治の世界なんですよ。そりゃみんな政治嫌いになりますよね。
そうやって政治の意見を言わないように、関わらないようにしてきたんです。僕もそれを知って、僕は自民党の時そんな圧力は一切かけてません。だから負けたのかもしれないけれど、でもそんなことやるぐらいだったらやめようと思って、2014、15、16、17、まあ、3年半ぐらいですね、もう完全に寝てました。政治のことは見ないようにしてました、ね。まあ、仲間は友達が政治家いっぱいいますから、まあ、そういう人たちがちょっとでも頑張ってくれればいいなというぐらいの人任せな気持ちでいました。けれども2017年に自分の妻のお腹の中に息子が宿ってですね、僕も人の親になることになった。そうするとね、人生の物差し伸びますよね。伸びるんです。今までは自分が残る人生どう生きるかぐらいしか考えてなかったけれど、この子たちが、ね、大人になった時に日本はどうなってるんだろうかということを考えざるを得なくなったわけです。で、僕は仕事が情報発信です。大人の人たち集めて、ね、日本の歴史を教えたり、経済のことを学んでもらったり、ね、それから政治のことも話します。教育のことも話します。ね、自分の周りにそういう専門家の先生がたくさんいらっしゃるから、そういった先生たちを集めて勉強会をするのが僕の会社の仕事です。だから誰よりも一番学ぶのは僕なんですね。だって365日勉強ばっかりしてるわけだから。それだんだん学んでると見えてくるんですよ。あとさっき言ったら理由が分かってくる。分からなかったことは分かってくるんです。なんで日本の経済がダメなのか、なんで日本人がこれだけ政治に無関心になってるのか、日本人だって聞いたら分かんないでしょ。だから僕海外も80カ国以上回りましたよ。だから例えばデンマークだったら国政選挙があれば8割以上の人たちが選挙に行くんです。普通に普段からみんなで政治の話をしてるんです。なぜか学校とかでちゃんと教えてるからですよ、政治の必要性を。ね、それぞれの国にどんな政党があって何を主張してるのかっていうことを小中学生のうちからちゃんと教えてるから国民が理解してるんです。政治を見る目があるんです。だからデンマーク人に聞きました。日本ではよく政治家がスキャンダルで失脚するんだけど、政治家が不倫とか失言とかして失脚することあるのって言ったら、いやアフターファイブは自由だよって笑って言ってましたよ。だから参政党はアフターファイブは自由だって言ってるんです。そっちの方がグローバルスタンダードだから。そんなことでピーチクパーチク言ってるのは日本のマスコミ、それに誘導されるアンポンタンな国民ね。国会議員で国民はアンポンタンっていう人はあんまりいないですよね。怒られますから、ごめんなさい。でもアンポンタンですよ。だってそんなことに時間ばっかり使ってるから国会の大切な審議の時間がなくなって物事進まないわけでしょ。そんなことやって大臣の首すげ替えたって何にも変わらないですよ。首が変わるだけで支持率が下がって解散選挙が早まるだけ。解散選挙してどうするんですか。今他にまともな野党があるんですか。自公政権にとって変わるところがあるんですか。結局選挙やってお金使って時間かけてまた自民党と公明党勝つんでしょ。アホじゃないですかねえ。だからそういう意味では国民の皆さんの方が分かってるわけですよ、しらけてるわけですよ。だから選挙行かなくなってるんですよね。もし今回の選挙で自分たちが動けば街が変わるかもしれない、ね、国が変わるかもしれないっていう可能性があればみんな動くはずなんです、ね、民主党の政権交代の選挙の時2009年かな、あの時多くの国民がそれを期待したんですよね。それが残念ながら自民党、民主党が準備不足だった。まあ能力がなかったというよりも準備不足でしたね。人材もいなかったんでしょう。だから自民党よりも政治が悪くなっちゃった。良くなった部分もあるでしょうけどね。でもやっぱり国が政治がちょっと崩れちゃった。だから国民ももう懲りてしまって、もう自民党公明党に任せるしかないよねというふうに諦めちゃったんですよ。鹿島の人たちもずっと諦めたんでしょ。8年間選挙しなかったんだから、誰が県会議員になったって政治なんか変わらないよと、ね、どうせやったって自民党には勝てないよと思って6万人みんなが諦めたんですよね。だから何回も言いますよ、この鹿島のこれまでの選挙っていうのは日本の縮図だっていうことなんです。
だからそこに対して参政党が、ね、負けるの覚悟でもぶつかっていくことに意味があると。今回の鹿島の県議会選挙は参政党にとってそういう意味のある選挙なんですよ皆さん。それを理解してもらいたい。もちろんそういう大きな戦いだから、だから斉藤さんみたいな若くてね、眼差しがまっすぐで嘘をつかない誠実な人を選んだんです。政治経験はありません。演説もさっき初めて聞いたけど上手じゃない。ね、それしょうがないですよ。やったことないんだから。ね、ついこの間僕らに頼まれて立候補しますって言ってここに立って、そしてあんだけ喋れるんだから大したもんですよ。それは何、ね、10年以上やってる僕らからしてみたらそれは下手っぴーですよ。それしょうがないじゃないですか。政策だって練り込まれてないですよ。しょうがないじゃないですか。ついこの間までそこに立ってた人なんだから。じゃあ皆さん今マイク回して10分ここで喋れますかって話ですよ。喋れない。こうやってみんなの前で喋ってるだけでもすごい勇気ですよ。ね、家族説得して選挙出るのもすごいことですよ。で、相手は自民党、鉄板で、今まで無投票2回よく出ましたねでもこういうチャレンジが大事なんです、参政党にとって。こういう選挙をこれからたくさんたくさん戦っていかないといけないんです。そして今まで諦めた人たちの心に火をつけていかないといけないんですよ。希望の火をつけていかないといけないんですよ僕たちは。これはまさに今映画でやってるスズメの戸締まりみたいなもんです。スズメの戸締まり見た方いないありがとうございます、いてくれました。見てない方一回見てください。あんまり言うとネタバレになるから、こんな YouTube でライブ配信してるのネタバレしたら全国の人が怒られますから、簡単に言いますけど、僕はいろんな見方があると思います。でも今一番流行ってるアニメの映画はスズメの戸締まり、間違いないと思う。今日本で一番流行っているあのアニメの映画が描いてるのは日本人の心です。日本人の心にもう負の念が溜まってるんですよ。マイナスの想念が溜まってるんですよ日本中に。皆さんそう感じませんか？日々生活してて日本に負のエネルギーが溜まってるって感じませんか？それを増幅させてるのがテレビですよ。テレビ見てるとマイナスのニュースばっかりで、いいニュースがほとんどないね。で、芸能人とかがちょっと不倫した、失言した、政治家もそうですね。そうやってちょっとでも何か失敗する人がいたらみんなで集中攻撃、そして匿名で電話とかかけまくる、正義のね、しゃぶって、そしてその人が自殺するくらいまで追い込むニュースがあったでしょ近年でも。でも毎日そんなことやってるんですよ、みんなで。誰か失敗するやつはいないかと、誰かね、ミスを犯すやつはいないかってみんなで見張ってて、ミスを犯した人がいるとみんなでそいつを叩く、社会的に抹殺する、そしてまた次の人を探し出す。そんなことを国民総出でやってませんか？テレビばっかり見てるとそういう気持ちになるんです。で、見ない人たちにしてもさっきも言ったように日本の未来考えたら希望持てないんですよね。どんどん高齢化していって集落はなくなっていくし、ね、子供たちの数は減って収入は減り、そして変なパンデミックが来て行動するな、旅行に行くな、人と会うな、ね、で人が動かないからますます経済がダメになって、もう鬱屈した思いばっかりじゃないですか。あの映画の中では、スズメの戸締まりの中では、そういった人間の負の念が暴れ回るんですよ。このままいくと本当に自分たちが作った負の想念で日本がダメになる。だから僕は怒られるかもしれないけど、負の念を消してですね、責任とか問題のベクトルを一回自分に向けてみませんかっていう提案をしてるんです。外に敵を探すんじゃなくて、誰か失敗した人を叩くんじゃなくて、こういう社会にしてるのは自分たち一人一人なのかもしれないっていうことをみんなが立ち止まって考えるんです。そして自分たちができることからちょっとずつ変えていくんです。例えば
言葉遣い一つでもいいですよ。人を罵ったりね、悪い言葉を使うのをやめる表情一つでもいいですよ。いつもしかめっ面してる人がちょっと笑顔を作ってみる、人にね笑いかけてみる、そういう努力をしてみるとか。だってひどい言葉で突きつけられたら心が傷つくでしょ。人に睨まれたら嫌な思いをするでしょ。それの積み重ねでみんなが負のスパイラルに入ってるとしたら、みんながちょっとずつプラスのスパイラルを作ればいいんですよ。笑顔を心がけるとか、言葉遣いを変えるとか、失敗した人をみんなで責めないとかね、で希望ある未来のことを考えるとかですね、そういうことをみんなでやっていくんです。昔はね、日本人にはそういう知恵があった。今12月師走でしょ。師走にやるといろんな面白い出し物が出るんですよ。例えば浄瑠璃とかね、ああいうのやってみたり、歌舞伎をやってみたり、年末になるとみんなで楽しいことやったんです。昔はなぜか年の瀬ってやっぱりね、年神様も入れ替わって変わるわけでしょ。1年の総括なわけですよ。いいことばっかりじゃないわけですよ。そうなると今年も1年ね、いいことなかったと思う人が年末年始に命絶つこと多いんですよ。今でもそうでしょ。昔からそうなんですよ。寒くなって一人で孤独で嫌な思いばっかり抱えてたら、もう生きてるの嫌になっちゃうんですよ。そういう人が出ないように社会全体でみんなで楽しいことやったんです、年末は。そしてみんなの心を浄化したんですよ。負の念をみんなで浄化したの。そしてみんなで助け合ったんです。で、正月明けたらまたそれでめでたいねめでたいねって言ってですね、で今年も1年頑張ろうって、年明けまでのそのね寂しい年末をみんなで楽しいことやって盛り上げて、で年が来たら今年もねまたリセットして頑張ろうねって言って、みんなで命をつないできたんですよ。そういう知恵があったんです、ちゃんと日本には。それがどん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 廃れてしまって、もう人が集まるなとかですね、話すなとか、一緒にご飯食べるなとか、そんなことよる方がよっぽど社会がダメになる。だから参政党は政府の対策に対しても思いっきり批判してるんです。最初の1年目は仕方なかったかもしれない、分かんないから。でも2年3年経ってもう分かったじゃないですか、どの程度のものか。なんでそんなみんなが苦しんだり悲しむようなことをするんですかね。でそれをみんなが従ってる、国民もね、考えずに。だから僕たちはこういった選挙の機会を通じて立ち止まって考えるべきです。これからの日本のこと、これからの茨城県のこと、これからの鹿島市のことを考えるべきです、みんなで。それは斉藤さんお願いねじゃダメなんですよ。斉藤さんともう一人自民党の候補の方いらっしゃるわけでしょ。でどっちの方が、ね、自分たちの考えに近いんだろうか、二人が何を訴えてるんだろうか、でその背景にどういう組織があるんだろうか、自民党にはどういう歴史があるんだろうか、参政党ってどういう党なんだろうか、そういったことをみんなでちょっと考えるんですよ、ね、でそれで選択肢がなかったら本来は自分たちが立候補したり自分たち運動しないといけないんだけど、でもそれはすごいレベルが高い、ハードルが高い。それならば今回こうやって考える選択肢を作ったんですから、我々が。それを皆さんで考えてください。これからね、鹿島市の方は今回、また来年も選挙市議選ありますけどね、年に、ね、数年に1回しかないんです、そんなことは。国政選挙でだって年に1回ぐらいでしょ、選挙行くのは。でもその期間ぐらい立ち止まって考えてください。考えるのは自分たちの未来ですね。その上で自分たちの未来を考えたときに、斉藤洋樹に託そうがいいのか、それとももう一人の候補に託そうがいいのか考えて、しっかり自分の意思表示をするんです。大人として、有権者として、日本人として。それを半分の人も行かないっていう状況が異常なんです。この異常な状態を何とかしない限り、日本はずっと負の念に追われて、みんなでみんながお互いを潰し合って国が萎縮していきます。それを反転させましょうよ。それをプラスの方に持っていきたいっていうのが参政党です。だから私たちは他の党から誹謗中傷を受けまくってますけど、そこを名指しで誹謗中傷することはありません。悔しいですよ、党員も悔しい思いをしています。
でも僕はこの間メッセージを投げたんです、党員に。我々の考え方は、ね、日本の負のエネルギーをプラスに持っていくためにやっているから、負のエネルギーを 増殖させるようなことはやめようと、ね、日本の未来をしっかりと語ろう、子供たちの未来をしっかりと語ろう、でなんでこんなことになっているのかっていう原因をしっかりみんなに説明していこう、そういうことを党員に訴えました。だから皆さんそれを聞いてくださって、もうそういう小競り合いっていうか誹謗中傷みたいなのはほとんどしてないですね。それ僕すごく嬉しく思ってます。あ、やっぱり賛成党員の方々、ね、そういう思いの方多いんだなということが分かって、僕はやっぱり賛成党が良かったと、賛成党で良かったというふうに今すごく嬉しい気持ちでいます。だからこうやって毎日頑張れるんですよ、ね、昨日は西東京で選挙の応援、今日は鹿島、明日は沖縄ですよ。しかも日帰り、生まれて初めてです沖縄日帰りするなんて。でもなんで頑張れるか、それはそうやって僕たち今生きてる大人、僕45です、子供の親です、4歳と1歳の子供の親です、子供の親の世代の人間が今そうやって少しでも世の中の空気をプラスの方に転じておかないと、子供たち の時に、ね、もっともっと負の怨念が溜まったような国になるからですよ。で最終的にかつてアジアの諸国が経験したような植民地になるんです。それは物理的なものじゃなくて経済的な植民地になっちゃいます。結局安いお金で働かされて、ね、そして利益は株主が全部持っていくと、しかもそれが日本人ではないから外国にお金が流れて、結局我々が作り出した富が外に流出するから、働けど働けど豊かにならずという状況になる。今はまだ政治家のほとんどが日本人だからなんとかなるけれども、なんとかなる可能性があるけれども、ここにも外国人の移民が入ってきて2世3世ってなったら、何とも言いますけど、我々が今持ってる価値観とか言語とか文化とか風習とか、それを強く守りましょうっていうことがもうヘイトスピーチになるんですよ、差別になるんですよ。そうなってるんだから、もう外国はそうなってからしまったって言っても間に合わないでしょ。でその時はもう国会議員とかが2世3世になってるんですよ。その時に出てけって言えますか、言えませんよ僕でも。だからそういう民族間の争いとかをしたくないから、だから今のうちにしっかりと未来を予見して、ちゃんとブロックするとかブロックしましょうって言ってるんです。外国人を排除しようって言ってるんじゃない、我々の文化風習伝統信仰、そういったものをちゃんと守っていくためには、我々がここまではしっかりと我々のゾーンというふうに守りを固めてね、でその周辺のところで外国の方が入ってきて交流していただいて、で中にはもう私は日本が好きだからね、皆さんと一緒にやりますよと本当に心から思ってもらえる人は一緒に日本人になってもらってやってもらいましょうよ、ね、そういう形の、ね、調和体制を作らないといけないのに、今だったら経済合理性だけですよ、生産性だけですよ、株主の利益だけですよ、そんなので政治が動いてるんです。それをみんなで止めたい。止めるのは僕たち、ね、賛成党の議員だけじゃない、斉藤さんだけでもない、みんながそういう気持ちになってやろうって、少なくとも国民の 10% ぐらいがそう思って行動しない限り我が国は救われない。私たちは選挙をやってるんじゃないんです、実は選挙やってるんだけど、これは投票するためだけの選挙をやってるんじゃない、皆さんの心にメッセージを送ってるんです。国民運動をやりませんかって訴えてるんです。でその国民運動っていうのは日本に蔓延する負のエネルギーをプラスの方に転じて、そしてもっとみんなが考えて自分たちの未来を考えて自分たちで動き出す、そういったことを促してるんです。難しいことではありません。学歴も必要ありません、お金も必要ありません。そうしようという意思があれば、それが必要なんだっていうそういう思いがあれば誰でもできることなんです。それを考えなかったり放棄させられてる人が多すぎる、そこに私たちは問題を感じています。今回の茨城の県議会議員選挙、この鹿島市には斉藤博樹という38歳の男は立候補してくれたので、
選択肢ができました。そしてこうやって私が来て演説する場も作ってもらいました。あとは鹿嶋市の皆さんがそれをどう受け止めて選挙に行ってくれるかどうかです。とにかく選挙に行ってください。その上で自民党がいいと思うんだったら自民党に入れてもらって結構です。今まで通りでいいなら自民党、そうじゃいけないと思うんだったら今回は参政党ですよ。その二択です。それにどれだけの鹿嶋市民の方が動いてくれるかっていうのを私たちは全国で見ています。全国にサポーターも入れて約10万人の党員がいますね。その周辺の家族も入れたらもっとの数です。そういった方々が見てますよ。いや、日本中のメディアも見てますよ。きっと自民党も見てるかもしれませんね。本部で参政党がどれぐらいなのかね、惨敗すればまあ大したことないねと、あ、もう勢い止まったねというふうに思われるでしょう。でも前線して逆転するようなことがあれば、いや、これは恐ろしいぞということになって、ますます我々の包囲網が広がりますね。誹謗中傷も高まるでしょう。これね、非常に辛いんですよ。やればやるほど風当たりが強くなるっていうね。やったらやった分だけ評価されてね、やったらやった分だけお金もらえればいいんですけど、やったらやった分だけ活動費がかかり、ね、成功すればした分だけ風当たりが強くなり、ね、ポジションが上がれば上がるほど、ね、家に帰れる時間も少なくなるという本当に修行です。でも僕は45歳で人生後輩に立ちかかってですね、こういう修行させてもらってることにありがたいなって気持ちがあります。だからお金にもならないし、名誉にもならない、名誉はなるかもしれない、ね、時間がもらえるわけでもない、何か、ね、褒められるわけではないかもしれないけれど、でも皆さんもぜひですね、一緒にこういう国民運動をやってください。で、賛成とか気に食わないと言うんだったら自分たちで作ってくださいよ、ね、自分たちで政党を作ればいいじゃないですか。その時にやろうと思って自分でやってみた時に初めて政治の汚さとか大変さとか分かります。今まで自分たちがいかに傍観者でいて政治を外から批判してたかっていうのは分かりますよ、当事者になると。だからそれを一人でやりたかったら、自分たちでやりたかったら自分たちで作ってください、ね、で、他の政党がいいと思ったら他の政党に少し協力してあげてください。賛成党がいいと思ったら賛成党に入って一緒に当事者としてやってください。そしたら日本の状況が本当によく分かるから、いかに日本人の心に負の想念が溜まってるかっていうのが分かりますから、これほどかとね、多分最初はこんなの見たくなかったと思ってみんな幻滅するね、もう政治にはかかりたくないとほとんどの人が思うでしょう。けどそれを乗り越えるんです。乗り越えて強い心を持って、でもこの嫌なのを乗り越えていかないと子供たちの未来が作れないんだと。今までそれが嫌だからって言って避けてきたから、結局もう一部の人たちだけが政治をやるようになって自分たちの声が届かなくなり、ただただ税金が上がり給料が下がり人口が減って外国にどん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 差し込まれるという状況ができてしまったんだということが分かるはずです。せめてそれぐらいは理解してください。大人なんだから。繰り返しになりますが、今回鹿嶋市には選択肢があります。これを見ている全国の皆さんも、もしこの鹿嶋6万人の人口しかいらっしゃらないけど、でもその中にもし皆さんの知り合いとか親戚いらっしゃったら、今回はぜひ新しい選択肢、参政党に協力してもらえるように促していただけないでしょうか。斉藤洋樹38歳のこの勇気ある挑戦に一票投じていただけないでしょうか。そしてこの6万人の小さな町かもしれないけれど、そういったところから参政党のさらなる飛躍が始まったという、そんな1ページを皆さんと一緒に作っていけないかなというふうに思っています。長い演説になりましたが、今日この場での応援演説、参政党の趣旨説明を終わらせていただきます。長時間のご清聴ありがとうございました。キャミナさんありがとうございました。私ですね、私が言いたいことほとんど神谷さんが言ってくれてます。本当先ほどですね、緊張しすぎて言いたいことが 100% 中の4割も言えなかったの3割ぐらいでした。私ですね、先ほど子供に対して熱くお話しさせていただいたんですが、
私基本的に PTA をずっと会長の職をやらせてもらってるんですが、今ですね子どもたちの黙食給食試食会にもこの間地元の小学校に行ってきたんですけども、とにかく本当静かに食べてるんですね。誰も喋らず、今日ちょっと喋っちゃったら、静かにしてくださいと。で食事が終わった後やっとマスクをつけて話せるような状態なんですね。本当に廊下を歩いてて暗いんですよ。音楽だけ流れてて子供たちの声が聞こえない。コミュニケーション取ってないんですね。で登下校も基本的に先生たち外そうって言ってくれてるんですけど、子供たちは外さないんですよね。やっぱそれだけ子供たちって洗脳というか大人がやってることを真に受けてしまうんですよ。だから私たちがやってることっていうのは子供たちってやっぱり真似するじゃないですか。それをやっぱり私たち大人がしっかり子供たちに見本になるようなそういった立場にならないといけないと思うんですね。でまた先ほども食の話をさせてもらいたかったんですが、この鹿嶋市やっぱり今人口も先ほど減ってます。で農家の方々もだんだんとこう今の物価高とか種が高いとかで販売するときは安く売らなきゃいけないとか、そういった状況でなかなかこう農業を営むことが難しくなってしまってます。で私はこの農業鹿嶋における自然というのを守っていきたいんです。皆さんと共に空いている土地、その土地を活用してみんなで農業をするんですよ。この農業をすることによって例えば貧しい方、学校給食に送り届ける、そういったことをみんなで作るんです。でそれでポイントを作って、例えばそれで地域振興券みたいな、そういった循環型を作っていきたいですね。やっぱり子供たちもその農業を土に触るっていうのはすごく体にもいいんです。土ってすごく腸にもいいって言われてます。やっぱりそういった健康にもなる、子供たちが自分たちで育てて、作って、そして自分で食べる、そういった経験もこの鹿嶋市ではできるんです。勉強は確かに偏差値、今偏差値教育で点数で評価されています。先ほど神谷さんが言ったようにみんな一緒じゃなきゃダメとか、お利口だったらいいって、でも子供たちって個性がバラバラなんですね。皆さんもそうだったと思います。この子供たちの個性を伸ばしていくのが私たちの親と名の責任だと思います。やっぱり子供たちが勉強よりも、確かに勉強も大事ですが、大人になった時に自分で自分の力で自分の足で解決して行動していける、そういった力強い子供を作っていきたいです。そのために私は一生懸命今できること頑張っていきますんで、改めましてになりますが、ぜひこの茨城県議会議員選挙、斉藤博樹と投票用紙におかけいただきたい。そして私にこの鹿嶋市を託していただきたい。ぜひとも斉藤博樹をよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。自分もこんな風にみんなに一生懸命伝えていきたい。ありがとうございます。そんな風に思ったんです。それから参政党に入党しました。それからというのも、いろいろな選挙応援したり皆さんと一緒に活動している中で、私はこの鹿嶋の地域を自分を代表としてしっかり、みんなの市民の皆さんの声をしっかりと届けていきたい、そういった活動をしたい、そういった思いで私はこれまで活動してまいりました。そして1ヶ月前です、神谷さんとお会いした際に、斉藤さん育成を目指してくれなくて何を言ってたかと思いました。私はそんな未経験でもないですし、未経験ですし何もできないと思ってました。でもその言葉を言われた時に、あ、これはチャンスなのか、こんな機会はない。そしてまずは市議選ではなく県議選から出てほしいと。私はもともと市議会議員選挙に鹿嶋の代表として出たいという思いがありました。そこで神谷さんから元気を出しにされた時に本気で悩みましたが、でもこれは自分刺されているんだ、私の思い、皆さんと共にこの鹿嶋市をこれからも作っていく、そういった強い思いを持ちたい、それを皆さんに届けていく、私はそれを決めて、ここに決めて県議選に出馬することを決めました。
私はこれまで食のことや医療のこと、この鹿島市の歴史、大切なものはこれからも継承していけるように、自分の命を使って、自分の足を使ってこの町に残していきたい、そういうふうに思っております。先ほど言いました、私は自分が病んでいた1年前、本当に今年になって急遽何もなかった自分がまさかの金銭に移行する、こんなありがたいことがないと思いました。私はこの鹿島市で、すいません、38年間皆さんと共に歩んでまいりました。私はここまで生きてこれたのも、先輩方、地域の方、たくさんの応援があったから私はここまで成長できました。この恩を私はしっかりとお返ししたいんです。皆さんに恩を返していきたい。そして次の世代である子供たちに恩送り、先人から受けたもの、先輩から受けたものを、この恩をしっかりと子供たちに伝えていく。そして子供たちが明るい未来を築いていける、そういった輝ける町づくりをしていきたいんです。私のキャッチフレーズは、昔から PTA 会長をやっております、ずっと変わりません。8年間変わったような言葉があります。大人が輝けば子供は必ず輝く。大人が不安であれば子供は不安になってしまうんですよ。例えばこの経済、30年間日本は全く収入アップしないんですよ。30年間です。でも外国見てください、スイスやアメリカ、2倍3倍と収入が増えています。でも日本は上がってないんですよ。それにもかかわらず人口は落ち込んでいきますし、また税金は上がっていく。今もね、ワールドカップで盛り上がっている中で、いろいろ国会では決められています。皆さんが知らない、盛り上がっている中で裏で決められていることもあるんです。ぜひそういうのは調べていただきたい。皆さんはもっと日本で起きていること、鹿島で起きていること、そういったことを知って、みんな私たち大人で考えて行動して、未来解決していきましょう。そうすることによって子供たちの明るい未来絶対作っていけるはずなんで、皆さんで一体となって一緒にこの鹿島市を盛り上げていただきたい。そのために私は皆さんの代表者となって茨城県議会議員に立候補させていただいております。ぜひ皆さん、私は皆さんと話す場、コミュニケーションを取る場、そういった場所を作っていきたい。皆さんと共にこれからも歩んでいく、一緒になって汗をかいていきたいんです。ぜひ投票日の時は、投票したい人がいない、もしそういうことがあるならば、私斉藤博樹に託してください。私は絶対嘘つきません。神谷さんが嘘つかないように、私はその心を引き継いで、私は一生懸命皆さんのために動きます。ぜひ斉藤博樹をよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんでこの鹿島市を素敵な街づくり、一緒になってやっていきましょう。いろいろ話したいこともあります。ですが、私は皆さんにこうやって聞いてもらっていること、すごくありがたく思います。感謝しております。この恩は必ず返させていただきます。ぜひ皆さん、鹿島を共に築いていきましょう。子供の未来につなげる、そういった活動をしていきましょう。皆さんよろしくお願いします。斉藤博樹をよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんおはようございます。参政党の事務局長で参議院議員になりました、神谷宗平です。よろしくお願いします。今日も東京から来ました。車で1時間半、結構近いね。鹿島市に来るのは私4回目です。なぜか鹿島神宮があるからです。今朝も早速、鹿島神宮に参拝してきましてですね、斉藤さんが、前線できて、そして選挙に勝てるようにということをお祈りをしてきました。いいですね、こうやって東京から1時間ぐらいで、そしてこれだけ土地があって住みやすい街じゃないかと思います。僕が住んでるのも、石川県の加賀市というところで、人口6万人ぐらいなんですね。鹿島市も6万人ぐらいだそうですね。でも人口減ってるんですって。なんでですかね。ちょっと1時間ほど走れば東京行けるんですよ。大都市があって、
ね、自然もあって海もあって、ね、そういったところでも日本はどんどん人口が減っていき高齢化し、少しずつみんなが不安を感じて寂しくなっている、そんな状況じゃないですか。なんでなんでしょうね。みんなもう一回立ち止まって考えてみませんか。なんでこんなことになっているのか。先ほど斉藤さんもおっしゃってました。30年経済成長しないんですよね。30年ですよ。この間アメリカだけ見ても倍以上になってます。経済が中国なんか20倍近く成長してますよ。他の国々も人口が減ってる国でも確実に経済は成長してます。なんで日本だけが成長しないんでしょうか。それはね、経済の進め方間違えたんです。日本人だけのせいではありません。外圧がかかってますから。じゃあなんで我々は外圧をかけられる国になったのか。戦争に負けたからですよね。なんで戦争に負けたんですか。それは世界が作ろうとした秩序に対して日本人が逆らったからです。例を挙げれば、今からちょうど100年ぐらい前、日本は国連の常任理事国でしたね。第一次世界大戦に日本は日英同盟で参画し、そして戦勝国になったんです。それで国際連盟に入りましたね。そしてその国際連盟の議場で世界に先駆けて提案したことがあるんです。世界の人種差別をなくそうですね。人種によって、また肌の色によって人間に差をつけるのはやめよう、国レベルをつけるのはやめようということを世界のこうできた場で一番最初に宣言したのは我々日本人です。その時の世界は100年前ですから、地図見れば分かりますよね。ほとんどが白人の植民地でした。アジアに国というのは日本ぐらいしかなかった、まあ、タイもね、唯一独立してましたけど、それもイギリスとフランスの干渉地です。そんな中で明治維新以降80年、約80年間日本だけが、もちろんイギリスの後押しもありましたが、それでも独立を保ちですね、世界に戦ったんですよね。そして戦勝国になって人種差別をやめようと言った、その時ぐらいからどん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 と日本は孤立していくことになります。1923年に日英同盟が切られました。その後アメリカでは排日移民法みたいなものが出されてですね、日本が世界の仮想敵国になり、そして満州事変で孤立させられ、ね、そして最終的に世界中を相手にして戦うことになりましたね。そして負けたんです。以来日本には米軍が駐留しています。国の防衛の肝心要のところをアメリカに助けてもらわないと、アメリカの力がないと国が守れない国になってるんですね。そんな状況の中、経済だけ好きにやれると思いますか。アメリカの軍事力を借りながらアメリカよりも強い経済が作れると思いますか。対等に経済で競争できると思いますか。常識に考えてありえませんね。そのありえない状況をずっと国民に伝えることなく思考停止させてきたのが今の自民党政権です。自民党の方々も自分たちがそういうことをやっているということをもう認識すらしてない人も多いです。なぜか、もう77年もずっとそうしてきてるからです。これが当たり前になってるからです。当たり前じゃないのに、当たり前じゃないおかしな状態を当たり前と勘違いして、そして言われるがままにやってきた結果が今の我が国のこの低堕落なんです。これを誰のせいにするかということです。自民党のせいですか。違うと思いますよ。官僚のせいですか。違うと思いますよ。誰が一番悪いか、それはこの状態を77年間放置してきた我々国民が悪いんです。責任は人に求めるんじゃなくて
一回みんな立ち止まって自分たち一人一人に責任がないのかということをもう一回考えましょうよ。365日考えられないですよね、そんなことばっかり。でもせめて国政選挙がある時とか、こうやって自分の街で選挙がある時に、その1週間ぐらいは立ち止まってみんなで考えましょうよ。なんでこんなことになってるのかって。